ディギーモーの、あの、MO の後についてるチョンは何ですか、陰謀ですかという。お前な、お前舐めすぎやろ、お前。でも、これは確かに、あのチョンって何なのかって言われたら、なんかその陰謀じゃないとは確実に言い切れないですよね。だって、R よく考えてみる、その、自分ち、陰謀ってさ、その、自分の部屋のさ、え、ここにあるのってところにあるじゃん。うん、陰謀って自宅をむちゃむちゃ旅してない?してるよ。あの、その、自宅を旅した行き着いた先が MO の横にあっても不思議じゃないよね。え、じゃあディギーはずっとそれ気づかんままなの?自分の陰謀が知らぬ間に MO の横に上についてたのを、ついを知らず、あれ、ええ、っていうことだ。お前、やらしてるやん。東大元暮らしよ。気づかない。本当に。ラップに一生懸命になりすぎて、うん、その横に陰謀がついてること、気づかない。違います。スタッフの怠慢だな、これ。これは。おい、その表記の直しとかスタッフが気づけよ。その構成とか、スタッフが担当しろよ。あれは、何考えてんだ。俺めっちゃ。陰謀ついてますよってさ。言えよ。めっちゃ好きやけど、うん、これは確かに俺も分からへん。うん、もう、ディギーモー。これってさ、あれ、マジで正式名称何なんですか?正式名称はディギーモー。いや、そう、チョンですよ。これ何なんでしょう?何なんですかね。これなんかね、なんか、アイムのさ、アイテムの間に入ってたりさ、ドントについてたりするじゃん。なんて言うんでしたっけ、これ。何マークって言うんでしたっけ、この。ってアポストロフィー?あ、久しぶりに聞いた。アポストロフィーか。馴染みがないですね。もう陰謀でよくないですか?陰謀がよく陰謀の方が馴染みがある。よく合うし、あいつと。ディギー陰謀になるか。それは絶対か。お前、よくない。それはよくない。お前やったな、これは、違う。お前やったな、皆さん、これラジコで、タイムフリー、これ違う違う。もう皆さん、これシェアポイントですよ。違うな。お前やったな、俺は。お前やったな。俺は、そんなことをしたら、ディギー陰謀になっちゃう可能性があるよって示唆しただけ。お前やった、お前。お前隠しやってお前はやったわ。お前は、これ好きだからとかじゃない。お前やったな、お前。よし、やった、捕まえたぞ、お前。そんな舐めたことしてたら、お前帰り道気づけろ、お前後ろから。おい、気持ちよ。おい、